戦最終日を迎えましたボートレース唐津の G1 全日本王者決定戦。水面には予選競争第2レースのメンバーの登場です。ここは2号艇の菅が一番外に出る構え、そしてその内側もどんな並びになるでしょうか。対戦メンバーです。1号艇岡山の山本博久、2号艇徳島の菅文也、3号艇佐賀の武富智明、4号艇香川の重成和人、5号艇兵庫の小坂直也、6号艇福岡の西山貴博です。インには1号艇の山本博久です。昨日は5コースから狙いすましたまくり出しが決まりました。これで得点率 5.50、 この陰線しっかりと逃げ切って準優進出を決めたいところです。1号艇山本の陰線、そして本番もやはり動いてきました。6号艇西山貴博が2コースに入ります。得点率は 6.25、 今日の2走でさらなる上積みを図ります。そして3コースが地元3号艇の武富智明です。ここ1着取ってあとはボーダー下がるのを祈るのみ。3艇引っ張って4コース角1に2号艇の菅文也となりました。チルトを使い分けて戦ってまくりと逃げて、ただいま連勝中の菅、本番では角戦となっています。5コースに4号艇の重成和人、そして大里6コースは5号艇の小坂直也です。今日連勝なら 6.00 という計算ですが、まずは大外からとなってしまいました。進入インコースから1番、6番、3番、2番、4番、5番の並びです。スタートしました。1号艇の山本がトップタイミングとなっています。その後は角からぐっと出ていく2号艇の菅、1番の旋回まくり体勢、2号艇の菅、その内側から1番、6番、そしては3番、先頭は2号艇の菅文也です。スタートは前提正常でした。角4コースから一気のまくりでした。2号艇菅が先頭、水が入って2番手は5号艇小坂対3号艇の武富です。これから2マークの旋回、トップ2号艇の菅、続いて5号艇小坂、先前さす3号艇の武富、続いて1号艇の山本、さあ2番手は1番、3番、5番と三つどもえの戦いになってきました。1号艇山本、3号艇武富、ぴったり並んですぐ後ろに5号艇の小坂です。これから2周目1マーク、先頭は独走で2号艇の菅文也です。そして2番手5号艇がやってくる、握り合った1号艇、3号艇、三つどもえの戦いは5号艇の小坂が優勢に変わりました。その外にピタリと1号艇山本、遅れを取ったのは3号艇の武富です。さらに後ろは4番、6番と続いて、これから2周2マークの旋回、先頭だけは2号艇菅が抜けています。そして2番手仕掛ける1号艇山本、指して5号艇の小坂、2番手は5番と1番の戦いが続きます。5号艇小坂インコース、外に1号艇の山本博久、5番1番の2番手争いが続いたまま、レースは最終周回に入っています。後続は3番武富、4番重成、6番西山、3周1マーク2号艇菅に続いて5号艇の小坂が先に回っていく、さす1号艇の山本、遅れを取ってしまいました。2番手はここで5号艇の小坂がリード、3番手1号艇山本には巻き返してきた3号艇の武富、へさきを入れていきます。さあ今度は3番手争いに変わっています。ラストターンマーク、先頭はまくり決まった2号艇菅、2番手5号艇小坂、3番手3号艇武富、先に待って指す1号艇の山本、3番手は1番、3番の接戦で間もなくゴールです。先頭2番五輪、5番五輪、1番と3番は接戦で五輪、4番五輪、6番五輪です。